バーの経営をしているのですが経営的に厳しいです。何か良い生存戦略はないですかね。ないと思います。早めにもう潰しちゃって商売変えた方がいいと思います。多分その今なんか辛いから何ヶ月か我慢するっていう形に多分飲食店になると思うんですよ。そのお客さん少ないよねとかで、そのなんかじゃあバイト減らしてとか、なんかこの仕事ないまま家こもってとかになると思うんですけど、じゃあ1年後に普通に皆さんバーに行ってるような状態になりますかって考えた時に、1年後にそのコロナウイルスの今回の問題解決してない可能性の方が高いんですよ。まあ何回か生放送で録画でも言ってると思うんですけど、そのなんだかわからない新薬が突然できるパターンっていうので解決する可能性があったとしても、新薬が承認されてその世界中に出回るのに1年から1年半以上早くてかかると、でそのもしくはその集団感染して人口の6割以上の人がコロナウイルスに感染して、でバタバタの人が死んだ後にもうコロナウイルスに感染が終わって抗体のある人だけでそう日本をやり直しましょうってなってた場合だとすると、下手すると1割ぐらいの人口亡くなってる可能性があると。であとはその既存の薬 の, 混合で治すパターンっていうのがあるんですけど、それは今のところ見つかってないのでないよねっていうことで、まあ来年1年後に解決してる可能性ってあんまりないんですよ。でそうすると今バー閉じて例えば2年後にもう1回バーやってもいいと思うんですよ。ただ今1年間バーを維持してもお客さんはほぼ来ないので家賃だけ損なんですよ。まあ家賃払ってなくて自分の家でやってるとかだったらいいかもしれないけど、それだったらバー以外の仕事に変えた方がいいですよ。結局そのなんかなんとなくその 1,2 ヶ月頑張ればなんとかなるだろうっていうふうに思ってらっしゃる人結構多いと思うんですよ。だって2週間前ぐらいまで日本ってオリンピックやろうとしてたでしょ。で多分今の現状でオリンピックありえないよねって多分日本人の人も分かってもらえたと思うんだけど、でもその2週間前にオリンピック本気でやろうとしていた国なわけですよ日本って。なので多分今の日本の人ってそのなんか半年ぐらいしたら元通りになるんじゃないかって根拠のないなんか自信を持ってる気がするんですけど、残念ながら半年で解決する可能性は限りなく低いですよ。なので飲食店とかバーとかあとライブハウスとかイベントとかそこら辺の人が今きついって思うんだったら今すぐ辞めた方がいいです。辞める判断も早ければ早いほど得です。まあ、ただ補助金もらえるんだったら補助金だけはもらって、補助金もらった後に辞めた方がいいと思うんですけど、その半年頑張っても単にお金損するだけなんで、早めの判断をして現金を多めに持ってた方がいいと思いますよ。今その世界中そういう状態なんで株価ももっと下がると思うんですよ。なのでなんか今株安いから買っとくと得かもみたいに思うかもしれないんですけど、とりあえず何がその起こるかわからないのと、あと不動産とかに変えたとしても、例えばじゃあバーやってる人がバーやめたって言うとそこのテナントが開くじゃないですか。レストランやめますとか飲食店やめますとか、そうするとテナントがどんどん開くし、じゃあそしたら別に東京に住む必要ないわって言って実家に帰るとかっていうので、どんどん空き家が増えるんですよここ1年。そうするとじゃあ不動産の価格が上がりますか下がりますかっていうと、まあ空き家が多いんだから不動産の価格が下がるわけじゃないですか。なのでその今価格が下がってるからといって不動産とか株とかに手を出すのも僕はあんまりよろしくないんじゃないかなと思ってて、なので手元の現金を増やすっていうのが今は一番安全なんじゃないかなという気がします。金を増やすとかビットコインを買うっていう財テクはありますけどね、はい。なのでそのなんかね、いい話をするのはちょっと難しい状況だと思いますよ。